よし、やっていきましょう。デスハウス、ザ・ファイナル・ナイトメアということで。さあ、前回はね、シアター1、なんかスーパー、ヤバめのスーパーのエリアを、クリアして終わったと思うんですけど、今回はね、シアター2、帰ってきたアップルマン。これがね、行けるようになったんで、ちょっとここにね、やっていこうかなという前に、なんか賞金をね、30ドル手に入れたんで、ちょっとこれでアイテムをね、買っていこうかなと思います。せっかくなんで。ピザがね、活躍してくれたから、ピザ持ってっていいんだよな。ピザを、2個。ステーキ、全回復いいけど、でも包帯も欲しいんだよね。出血はね、結構、ゴードゥー戦でね、分かったと思うんですけど、敵の攻撃がね、結構出血属性ついてたんで、2個ぐらい持っとくか。これできっちり、OK、ゼロになった。で、多分次もクリアしたら賞金出ると思うんで、まあそういう感じでね、適宜アイテムをね、買いつつ、やっていくっていう感じで。はい。行きましょうか。帰ってきたアップルマン。GO!かつてアメリカの某所に存在していた遊園地、フルーティーアイランド。そこで繰り広げられた悲惨な無差別連続殺人事件。射殺された犯人サムは復讐鬼アップルマンとして蘇り、再び虐殺の限りを尽くした。しかし一人の少年により彼は再び地獄へ叩き落とされた。事件後、フルーティーアイランドは大規模な模様替えが行われ、ウェスタンビレッジとして営業が再開された。しかし噂が消えることはなく、バカな若者がまた証拠りもなく試してしまう。あの忌々しい都市伝説を。ちょっと音ちっちゃいか、これ。よいしょ。で、よいしょ。こんな感じかな。はい。ある若者がアップルマンと誤解となることにより、彼は再び蘇って、ちょっと簡単すぎない蘇らせる方法が簡単すぎるんだが、これ誰かしら言うでしょうよ。なんでそんな簡単なやり方にした？さらに大きな憎しみを背負って、再度遊園地や憎悪の渦巻く地獄へと変貌したのだ。君に与えられた使命は、再び蘇った復讐鬼アップルマンを二度と蘇ることのできない闇に葬り去ることだ。っていうことはまた戦うのか。シアター2、帰ってきたアップルマン。確かになんかウエスタン感を感じる。地獄から蘇ったアップルマンってつまり死なないってことじゃ。でも何か弱点はあるのかも。あ、入り口のゲートが閉まっちゃってる。なんとかして開けた方がいいかも。目と鼻の先なのにあーとか白々しいんですけど、まあ、そんなことは置いといて、行きますか。バック、そこ通って大丈夫ですか。ちょっとなかない。このゲームね、意外とね、なんもないとこでも調べた方が得だったりするんだよ。アイテムがね、さすがにないか。え、これ通って大丈夫？誰やねんお前。ウェスタン、ウェルカムおじさん。ウェスタンビレッジによく来たな。お前見たら若造が来るところじゃねえか。せいぜい死なないように頑張りな。だって行かなきゃ帰れないじゃん正論をぶちかましていく。やめてくれ。お前さ、絶対これ誰、何か殺したでしょ。ダイナマイトが大好きな悪官、ウッドリー保安官のライバルだ。そうですか。なるほど。なんか BGM があまり緊張感ない感じがするけど。こう入れる。は？ちょっと待って、お前、すげえ見覚えのある顔が映ったんだけど。食らったし。は？ダメ、まだロボットが睨んでる。ちょっと待って、出血した。早くも包帯が1減ってしまった。え、なんかすごくトイストーリーあたりで見た記憶のある顔が工具箱落ちてる。これ大丈夫なの？さすがになんかモザイクとか目になんか黒い線入れるとか、なんかそれぐらいの処置施した方がいいんじゃないですか。まんますぎない？あそこだけは敵に回しちゃいけない。あ、敵に回しちゃいけないと思うんですけどね。大丈夫なんですかね。あ、よかったよかった。サロン。
こういうところもなんかアイテムあったりすんのか。なんかここだけ違くない？マップミスか。わー出た、ワンテッド。なんかあれだよね、絶対手配書貼ってやるよね、こういうセーブ劇的なものには。この樽なんかあるでしょ。ほら来た、よし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 、いいね、探索しがいがある。なイベントが発生したらね、なんか光ったりとかするんだけど、基本的になんかこういう消費アイテムみたいなのはね隠されてるっぽいからね。ん？結構広いな。何？思ってた100倍アップルマンだったわ、見た目が。逃げなきゃ。あ、はい、逃げます。早い、急加速したぞあいつ。もう追ってこないみたい。ぶねー。ん？どこ？なんでさっきまで後ろにいたのにもう酒場の中に。映像なんじゃないこれ。え、どこにいるの？ああ、そこの窓に映ってたってこと。いない、どうして。まあとりあえずまずセーブをさせてくれ。とにもかくにもまあセーブだ。いや、いないって言われてもね、なんかそこの坂、お酒が飾ってある棚、そこ怪しくない？っていうかここ怪しくない？だよね、そうだよね、仕様だよね。なんか一箇所だけなマップチップ違くないと思ってたんだけど、よかったよかった、合ってた。ここ通り道になってんじゃない？床板を外せそうなものないかな。さっきの工具箱でしょ。バールのようなものがね多分入ってると思うんで、そのバールのようなものでこじ開けると見た。オッケー、意外とサクサクいってるぞ。あとなんかアップルマンが登場したところの建物もね結局調べきれてないんで、ちょっとそこも調べたい。チセル、チセルってなんだ。まあいいや、とりあえずそれで外せるんでしょ。であとそこのアップルマンが登場した建物、そこも見たいね。まあ一旦外して、絶対ね通り道があると思うから、よいしょ、 OK。 急になんか舞台裏感がすごい。なんかない？隠しアイテムあるでしょ、絶対あるって。いや、ないねないですね、おかしいな。一個ぐらいあってもいいでしょう。あ、来た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 。ゲートを開けるレバー、操作キー、操作キーか。うーん、もう絶対あそこ通ってきてると思うけどね。ちょっとアップルマンがいた方を見てみよう。あと上もねまだ見てないから、まず右、ここ、ここ、フライドポテト。お、来た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 。あ、結構潤沢に落ちてるね。西部劇の主人公ばかり。資料の展示コーナーなのか、というか手配書じゃないの。あ、ありがてえ、すごい、今まさに欲してたものが彼岸島のごとく湧いて出てくる。でちょっと行く前に上も調べよう、こっち気になる。墓地だな。だ、なんで HP 減るねんって。うん、お、来た、手斧。これあれじゃない、今までの流れから察するに来ただよね。よしよしよし、こっちも武器を獲得した。セブン、操作機手に入れたからこっちか。さあこれでどこかに通じてると思うんだけどね。従業員用の書類、
ご来園いただいたお客様のためで我々従業員は決して夢を壊すようなことはしてはならない。そんな血まみれの資料を見せられてもね説得力あったもんじゃねえよな。夢どころか悪夢だよ。西部劇の世界に現代の服装道具はご法度だ。そこでこの園内には2つ従業員出入り口が隠してある。1つは酒場の右奥の床下、はいはいはい、もう1つは東エリア資料展示館の壁だ。あー、さっき木拾ったところか。そっか、アップルマンはこの出入り口を使ってるんだ。ってことはこの出入り口を塞げば。でも閉まってるよ。塞げてんじゃないのこれ。ダメな。もっとなんかやれって感じ。とりあえずちょっとそっちのもう一つの出入り口があるっちゅうところ行ってみるか。ここだよね。どこだ。多分ねこの壁のどこかだと思うんだけど、あれないね。壁って言ってたよね。床じゃないよね。というかこのマップね、なんか床おかしいところないから、あるとしたら壁なんだよね。あれなんか調べらんない。あれないな。どこだ。え、東って、東の資料展示室、展示館、ここのことだよね。こっちなんかあったっけ。いや結局ここ戻ってくるからな。違うよね。ん、ここなんだっけ。あれ、あ、あれ、ここウッディがいたところだよね。もうロボットは止まってるみたい。今のうちに調べよう。いるじゃねえかよ。いや、僕はウッドリー。ウッドリー。ウッディ。ウッディ。ウッドリー。ウッディ。ウッディ。ウッディ。はい。発音は気をつけましょう。このウエスタンビレッジの保安官さん。悪党どもは皆殺しだ。ロボットから出てる光。この光がセンサーね。これに当たらなければ撃たれないはず。センサー？あ、これか。なるほどね。横に避けつつって感じか。こういう感じ？ほい。一マスしかないから結構危なそうだな。あれ、これどうしたらいいの？ん？あー、なるほど。斧があるからそれで壊せってことか。次で行こう。ほい。あ、いけた。あー、はいはい、そういうパターンね。ちなみに、あ、いるじゃん、メア。あ、メアって男なんだ。なんか名前的に女の子の方が可愛くない？メアちゃんとか可愛くない？まあいいや、そう現代だとなんか否定されそうなんでやめときましょうか。次でいく。おい、あっ、そうなんだよね、これ一マスずれるとね、その瞬間おだぶつなんだよね。普通に食らったわ。よし、止めて。うぅ、おいしい、ピザおいしい。一マスずれるだけで完璧に食らうねこれ。えい、さあ来たぞ。なんかテンポ速くなってない？気のせい？いやー、ちょっと待って、速くない？やっぱ速いよね。ぶねー。そしてまた出血しているという、やばいな。ちょっとポテイトで茶濁して、荒ぶってんじゃん。おい、行くぞ、次で行くぞ、次で行くぞ。おっしゃい。結構痛かったなお前の。いや僕はウッドリー。いや僕はウッドリー。いやいやいや、まあ、僕はウッド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 。あばよ。
え、鍵ないの？こいつが持ってるのかと思ってたんだけど。あれ？違う。鍵どこだ？ここの鍵か。まあとりあえず一旦セーブを入れたい。なんか光ってる。あるやん。なんか音声認識すごくない？さっきから。なんかちょうど欲してたものが、ねえ、いやあれないかなって言った直後に見つかるっていう、ガチで彼岸島パターンが続いてるんだけど。よかったな、メア。もう大丈夫、アップル前見つからないように出口まで急いで。デコ広いな。よし、救出完了。あとは、あれどうしたらいいんだろう。結局なんかその東の資料展示なんちゃらかんちゃらっていう話がどっか行ったな。こっちさ、待って、こう行ってなんもないもんね。この謎空間がマジで謎なんだけど、関係ないしな。ダイナマイトが、あ、これ聞いたね。あいつ戻ったのかな。いないね。あれ、あいつどこ行ったんだ。目はどこ行った。あれ、なんか光ってない。ダイナマイト、え、どこで使うん。これで出入り口を壊せばアプルマが出てこられなくなるんじゃないかな。とりあえず酒場の地下に行ってみよう。なんだよ、いいものを手に入れたな、お嬢ちゃん。そいつは俺の大好物さ。肌にぶっ壊してやんな。完全にダイナマイトを使うことに失敗したみたいな顔してるけど、なんなのこの人形。それはみんな思ってる。誰これ、ダイナマイトで出入り口を封鎖するってこと。かなり野蛮なことやりますね。ダイナマイトでどこに仕掛けんだこれ。ここ、近くない？大丈夫？お前ダイナマイト舐めすぎじゃない？あ、これでいいんだ。オッケーオッケー。いや、ここはいいんだけどさ、その東の資料室、資料展示場所のね、出入り口がまだ発見できてないんだよね。え、壁って言ってたんだけどな。壁ってでもさ、調べたよね。あ、変わってる。全部アップルマン。何か書いてある。従業員、そして来園者の諸君、私はアップルマン。君たちは愚かだ。私を葬り去ることなどできない。そうと分かっていて、なぜ眠りから覚めさせたのか。そしてなぜ無意味に葬り去ろうとするのか。この地に訪れる者は容赦なく殺す。次はお前だ、エリナ。名前がバレてる。うわー、出たよ。やばい。あ、もういいの。ちょっと待って待って待って。なんか基本的に鬼ごっこイベントが短いな。危なかった。でもこれではっきりしたわ。この出入り口さえ壊せば。これ戻って大丈夫？ここか。近いんだって。危ないだろ、どう考えても。何か出てきた。神父のメモ。くっ、アップルマメ。やつを葬る方法は分かったのに。ぐはっ。私はもうすぐ死ぬようだ。このメモを見た人がいれば、やつを封じてもらいたい。やつは、この土地の記憶の化身だ。やつに実体は存在しない。この土地の記憶そのものなんだ。つまりは、この遊園地から脱することができれば、アップルマは永久に消滅するはずだ。頼む、やつをこの世から消した。あと一文字だったんだけどね。でも出入り口は塞いだんだから、もう出てこられないんじゃないかな。そうやってフラグを立てていく。
出入り口塞いだっつっても瓦礫飛び越えてくればね、普通に出てこれそうな気はするけどね。そんな野暮な、ん？なんかあるな。これまで従業員出入り口は2カ所しかなかった。酒場の床下と資料展示館だ。しかしこれだけでは不便だという意見が出たため、新たに出入り口を増やすことにした。もうダメじゃん、この時点で数足りてねえじゃん。ダイナマイトもう一個必要じゃん。絶対そこから出てくんじゃん、あいつ。しかも北エリアの墓地に隠して、あそこか、手をのがったとこだ。不便さを解消し、作業の効率化をアップさせることにする。嘘でしょ、せっかく出入り口を塞いだのに。ってことは北のあのお墓のところから。やっぱアップルマンを外に出さないとダメみたい。なるほどね。これちょっと最終決戦っぽいから回復しといた方がいいかな。よし、こっちだよね、墓地って。あとアップルマンが出てこられるのはここ。私がおとりになって出入り口までおびき出せば。真ん中のあれでしょ、殺せるもんなら殺してみな、バカアップルマン。よし、逃げるぞ。ちょ、早くない？お前早くない？こっちのスピード考えてよ、おい。待って、出血がひどい。いや、ちょっと待って、そっちじゃん、出口。しかも、出口そっちじゃん。おい、ふざけんな、お前。プレイヤーの動きに合わせろや。手斧で反撃できるか、これもしかして。手斧で反撃できる？ちょっと待って、回復して、ちょ、前回みたいにね、あの前回のゴーリュシみたいに反撃がねできればいいんだけどね。ちょっと待って、多分ね斧を装備してるから反撃できると思うんだけど、ね、さあ来いアップルマン、逃げるんだよ。でこれでね一発で逃げれればいいんだけどね。こうやってねこいつが、オッケー、ちょ待って、包帯使って一発が重いな。一発が普通に重い。いや反撃できねえ。あ、できてる。包帯巻いてピザ食って、よし、いけ、ゴリ寄せ。いいよ、お前の相手してる暇ないから。また綺麗お嬢ちゃん、来ないわよ。いけ。よし。くっそ、ちょっと。いけるか。やった、外に出た。く、がかくしてアップルマンは消滅した。ウェスタンビレッジも取り壊されることとなり、この土地も再利用されることなく眠りにつくこととなった。アップルマン二度と蘇らないだろう、多分。なんだっけ、5回アップルマンって言ったら復活するんじゃない。めちゃくちゃイージーだからね、なんかその復活方法が。シアター2クリア、よし。23、なんか微妙、なんなのその。その3ドル分なんなの。あいついるよね。あ、よかった、ありがとう、それだけ。リンゴ見つけたけど役に立つかな。リンゴってなんだ、何の役に立つんだ。おお、あ、 10% か、びっくりした。なんかHP100% かと思った。まあないよりはマシって感じがね。というかさ、このクリアすることにアイテム没収されるのすげえ腹立つんだけど。ふざけんなよ、せっかく包帯1個残ってたのに。あれ残ってたっけ、最後使ったんだっけ。まあいいや。はい、という感じで、まあだいたいそうね、1シアター20分ちょいぐらいでクリアできる尺にはなってんですね。よし。じゃあ次回、シアター3血しぶきの魔術師、これやっていこうかなと思います。はい、お疲れ様でした。